してもいいけど、したら僕、ガチで考察するんで。それならそれの方向で、じゃあ、スライドしないやり方で考えては来てる、考えてはあるんで大丈夫です。あ、全然どちらでも構わないで、ただスライドしたらこのお兄さんから一票入るよっていうだけで。マジで怖い。入れるまでは言ってないですけど、僕本気で釣りをしますよ。怖っ。まあまあ、大丈夫大丈夫。そこは任せていいです。いろんな村経験してるから大丈夫。それでは、せつなんさん。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。7人村となります。レギュレーション大丈夫ですか？あ、もう全部把握してるんで大丈夫です。はい、天才。それでは皆さん、役職配布開始します。どん、役職確認できましたでしょうか？本当にバナナ。はい。それでは、それでは、人狼内通時間1分です。おやすみなさいませ。おやすみなさい。それでは、内通時間終了となります。内通時間終了となります。皆さん、マイクミュートの解除、お願いします。おはよう。マジの寝起きのやつおるや。おはようございます。それでは、もう二度ですな。それでは、議論時間5分間です。どうぞ。おはようございます。おはようございます。村人でーす。村人仕様でーす。かどうぞ。村人でーす。同じく村でーす。それはない。いや、でも村4だからね。そこ村4。村でーす。え、役ねえの？役、役っていうか。村でーす。村4人出たよ、もう。村でーす。村多くね。え、本当に回答占いしないの？知らん。でも村1人多いよ、すでに。すでに村1人多いけど。え、だって、そうだよ。上にだもん、あれいたら。上にでも、ねえ、二人狼だったとしても。あ、上に、や、あれ、占い師と回答いたとしても。多分動くはずなんだよね、釣り人で。せつなさん、何の役職持ってますか？なんもないっすね、村っすね。おい、村多いだろ、どう考えても。いや、考えてたのが、回答がこの段階で出ないってことは、上に二人狼もは、人外を取ってる説しかないかな。あ、まあ、それか、村語りの人狼。ちなみにムータンさん何しようします？しないしないしないよ。なんだろう、村人でいいってことは村人じゃない。村人しかって村人だよ。いいよがないんだもん、だって地も村しかない。そんなことある？いや、こんな村俺見たことないぞ、俺マジで。マジでないぞ、何も動かないぞ。あるとしたら、ローロー、ムラムラ、怪盗、ロー、鳥だけじゃない？うん。で、それで3人。ああ、そうか、そうか、そうか。怪盗が出ないから、もう上に怪盗がいる、おわ、もう人。いや、もう怪盗は、怪盗がもう人狼取ってる確定じゃない？それで。確定ではない。いや、確定ではない。じゃあ、だってさっき、ね、さっき一番最初の、あれじゃん、シーンさんがそれして。え、じゃあなんでこんな動かないの？占い師が出ないメリットがなくて、それだと。あ、そうか。使用カード的にこれだって釣り師入ってないから。入ってる。入ってない。入ってるよ。入ってるよ。これ、ね、これ使用カードバグなってるんで。使用カード多分バグ。あ、そうなの。これ基本的にバグるんで、このサイトのあれは使用カード。そうなんですか。じゃあ、ね、だとしてもじゃあ、じゃあ出ない。そうだね。出ないメリットないね。そう。だから1個いい。いや、はいはいはい。私が思う。あ、どうぞ。あ、はい。さっきの刹那の発言で。回答が、いないとしたら、上に、なんか人狼2みたいな説言ってたのが、なんか、はいってなりました。あれって思ったの。上に回答いたら、2人外にならない。2人外にならなくないっていう上が。あ、そっか、うん、待って、待って、どっちか間違ってた。ごめん。なんかおかしくないですかって話、うん。あ、違う。私が思ったのは、上に、釣りと占い師があった場合、村人4じゃないですか。残り3、人狼、人狼、怪盗、怪盗が人狼を取った、このパターンは多分あると思うんだ。うん。7人だから。それで CO ないんじゃない？
それを否定されたのはなんで？多分刹那が否定したのかな、それ。え、これって今ロー2、村さん、占い1、回答1、釣り師1ですか？これは人狼2、村4、占い1、回答1、釣り1です。あるとしてだったら、あー、そっか。いやー、なんかそれが分かんなかったらちょっとすいません、考えます。多分私が言ったパターンはこれだと思うんだけど、人狼陣営さん言っとくけど多分捉えてるよ。まあそれか、あるとして占い回答上行ってロー2と、あの、なんだっけ、ロー2と釣り師だから、まあ一応なんか初手潜伏したら誰も出なくてもうなんか後から出れなくなってるとかもあるかな。あ、なんかもうグレランワンちゃんみたいな。うん、いや、これグレラン、マジで厳しいグレランしかないと思う、村目線。村きついって、うん、本当に。いや、でも発言的疑わしの2人いるんだよな。いけんじゃない？私は刹那か先生に入れようと思う。あ、僕、刹那は釣りだと思ってる。あ、そっちかな、マジ？だからわざとあの出現してるって思ってるよ。分かった上で、そうだから先生か相馬あたりかな。うーん、議論時間終了となりました。それでは皆さん投票お願いします。はい、お待たせしました。それでは結果発表です。ドン。はい、よいしょ。もう、あ、間違えた。ちょっと、まあ、人道だよな、勝ったなって思ったわ。ちょっと大輝ちゃん、僕ムーターさん投票するでも。でももう釣られねえと思ったからいいやと思って。おい、あぶねえ。なんでユーナさんが釣られてんだろうな。あ、違うか、これ先生が釣られてる。先生が釣られてる。ナイキちゃん信じた結果なんだよな、くそー。あぶねえ、もう賭けだったもんな、あそこの出現。いやー、もう怖いよ。ナイキちゃんだけは村だと思ったもんな。え、あれ狙っちゃったんですか、この発言。いや、もう動かなそうだったから、わざと出して突っ込まれて釣りと見られるか、もう人狼と見られるか、もう賭けだったね。うますぎでしょ、普通に。いや、刹那は分かんなかった。でもムータンさんがなんか明らか黒いな、この人。なんで？どこで？いや、だからもうあれから俺はもう何も喋る気がなかった。なんか刹那のあれってそこまで触んなくていいことなのに、なんかそこにやたら増えた支援とムータンさんは多分人外だろうな、どっちが。そう、そういうふうに。これでちょっと釣られてくんねえかなって思って、でそこに触れることによって刹那の釣りを装った人外説をちょっと生みたかったんだけど。あ、はい、それでは次のゲームいきますよ。役職配布です。皆さん役職の確認できましたでしょうか？それでは、はい、人狼1分間のナイツです。おやすみなさいませ。おやすみなさいませ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。それでは、人狼ナイツ時間終了となります。議論時間5分間です。どうぞ。おはようございます。わあ、だ、回答でーす。うい、はい。もうちょい議論聞いてから取ったとこ言います。はい。対抗はなしかな。なしね。はい。村は？村じゃねえ。占いはごめん。占いしよ。これまた村ないしらえんの、本当にもう。まあいいや。またいねえのか。とりあえず、まあまだいいや、最初の方だし。そう、まあ何？俺、村人。ダメさに喋ったやつみたいになってるね、今。発声がおかしかったな、今。いや、今さ。うん。千羽鶴折ってんだよね。わぁ、今から、ふざけてんな、こいつ。ワンナイト人狼で平和祈ってんじゃねえよ。だって、もう、俺村人なのに一回釣られてさ、もうその悔しさを糧に千羽鶴折ってんだよね。だって村人だって分かんないから、マジで。もう私、支援しろおきするわ、面白かったから。釣らねえわ、支援釣らねえわ、もう。面白かったけど絶対釣らないわ。
はい、はい、回答取り先言います。支援村、はい、当たってた。ああ村じゃねえか、やっぱり。うん、村。まあ信じるしかないもんな、せつなさんの誰を。占い一置きだったら人狼一釣り一か、最低最低。うん、そうですね。要素な、ないね。村が上にいるってことは人狼絶対入ってるからな。ニケどう思う？村が上にいる。まあまあまあいいや。まあ占い師はもう上にいるから。苦じゃない？出ないってことは。占い上、あと1か、まあ村か。村か人。別に正直どれがあと上でもありかな、あると思ってて。まあそう。村4、ロー2もあるし、村4、ロー1、釣り1もあるし、村3、ロー2、釣り1もあると思うし。見えないっすね、何も。あんま言えねえ。もう占いしようないんだよね。占い師はいないでいいんだよね。さすがにここで出てきたらやっぱ遅いなと思うな。見えなくなっちゃうかな。なんかな。さすがにね。だからもう公開情報として分かってるのは刹那回答で俺とってここラインの虹色。まあその場合はもう上に回答占いってなっちゃうよね。まあ占いは別にあれか、出てないから。でもそうだよ、占いは上かけていいと思ってる。そこはもう、もう今から出てきてももう信じないから。だったら俺が、俺と支援のロールを追うんだったら、もう裏上回答書くだから、まあ取ってる場合もあるのか。あのスピードで出ていて、使用しておいて、俺は黒囲いを置かないと、置かないと進まないから、置いちゃってくんだったら、うんね、でも置いてもな。よくしかない、ない、ない、置かない。だからまあ残り5人の中。まあ、村とだけは行ってきます。何もないです。本当に何もない。ごめん。こんなに占いいないことある本当に村なんで、私何も言うことないんだよ。そう。村人でーす。村なんだ。あ？喋るチャンスをあげよう。今では喋るなら。何でもいいっすよ。え？村だよ。あと何もわからん。おお、グレーラーもおもんないって。グレーラーもおもんないって。いや、さすがにね。いや、どうしよう。支援1指定して、俺1指定するわ、もう。ああ、もういいと思う。それでいいと思う。うん、俺は、あれかな。ゆうなさん、白目、相馬、仮置きかな。あれかな。村だよ。でもこれあれか、奇数だから割れるのか、票割れる、ワンチャン割れる、割れるね、ワンチャン。そうなんだよ、ちょ5秒しかない。いいんじゃない、ローとかさ釣りして絶対はい、議論時間終了となりました。議論時間終了となりました。それでは皆さん投票お願いします。それでは投票揃いましたので結果を表示します。本日処刑されたのはムータンさんと相馬くんです。いや無理、逆か、無理さすがに無理。これはおー、村一郎はきつ、逃げ切った。悪いな、占い活躍できなくて占い活躍できなかったな、ムータンさんが。あれ占い師のはずだったんだけどな、おかしいな。あれはあのアプリの時がおかしかったっけや。あれは神がかってたな。俺占いじゃないよ。うん、じゃあ、ムタさん、これが出すゲーということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。また来てください。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。